フリチョフ南線は、ノルウェー海軍のフリゲート。フリチョフ南線級フリゲートの一番艦。艦名は探検家及び政治家であったフリチョフ南線に、由来する。フリチョフ南線は、スペイン企業のナバンティア・フェロル造船所で建造され、2003年4月9日、寄港、2004年6月3日、浸水、2006年4月5日に収益する。2009年2月26日、 ノルウェー政府は、海賊事件が頻発している、ソマリア沖、アデン湾への軍艦派遣を決定し、同年8月1日から欧州連合主導のアタランタ作戦参加し半年間の護衛任務に着く、臨検任務に対応するため、海軍両兵コマンドが同乗している。アタランタ作戦参加にあたり、新型艦載ヘリコプター NH-90 の配備が遅れているため、常備艦載機は、 なしで、当分の間を過ごすことになる。大体手段として2隻の複合艇が装備され、スエズ運河通過後同年8月14日から実動作戦を開始し、早くも8月22日早朝には漁具を持たない、不審漁船を調査中に武器を発見し、乗員7人を一時拘束し、その後武器を応酬の上で、オランダ軍司令官と協議の結果、 証拠不十分として推測量を与え解放した。正午には、海上自衛隊の P-3C 哨戒機による通報を受け、最寄りの位置にあったオランダ海軍フリゲート F-805 エベルト船からヘリコプターが発艦し、ソマリアから115回里で、イエメン沿岸から42回里付近の現場に向けて急行し、不審船は戦うことなく投降した。 沿岸戦隊フリゲート隊に所属し、ハーコンスバーン海軍基地を母ことしている。ありがとうございます。